さあ今回制作するガンプラはリアルグレードジオーング。缶スプレーと筆塗り塗装で2ヶ月以上かけて本気で制作してみました。ぜひ一緒にガンプラライフを楽しみましょう。はい、いきなり塗装からやっていきます。使うのはこちらメタルブラック。改めましてこんにちは、青空ガンプラです。今回はですね、じっくり時間をかけて本気で制作してみたということで、普段の動画とはちょっと違った雰囲気の動画となっています。普段はですね、ガンプラの作り方が一からしっかりわかるような解説動画を上げています。普段の動画もですね、至って真面目に楽しく制作しております。そしてですね、このジオングと同時公開でニューガンダムの動画を上げていますので、ぜひジオングを見終わって暇だったらニューガンダムの方も見てくれるととても嬉しいです。そしてですね、これからも缶スプレーを使っていろいろなガンプラを作っていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そんなこんなで濡れてきました。ジオングは一つ一つのパーツが結構デカめになっています。そしてこの造形が非常に素晴らしいですね。はい、こんな感じで綺麗に塗れました。はい、では乾いたんで見ていきましょう。メタルブラックは簡単に綺麗になるんでおすすめの色です。さあ、そしたら今回のメイン、筆塗り塗装していきましょう。主に使うのはこの2色。そして使う筆はゴッドハンドさんの紙筆。紙筆はご覧のように先端がかなり細いです。この筆がないと今回のこの筆塗りはできません。そしたら筆塗りしていきますよ。このようにひたすら塗っていきます。基本的にはみ出る前提で塗っていきます。横側もしっかり塗り込んでいきますよ。結構ね、配色は思いつきで適当にやってるんですけど、まずゴールドをこんな感じで塗っておきます。さあ、そしたらこちらのエナメル塗料溶剤、こちらを使ってはみ出た部分を落としていきます。綿棒で拭き取れるところは綿棒でいいんですけど、こういった箇所は綿棒では拭き取れないですよね。こういったところは筆に溶剤をつけて筆で絡め取っていきます。なかなかね、修正が難しいところもこの方法だと比較的簡単に修正することができます。結構ね、筆がすぐ汚れるので、こまめにティッシュできれいにしながら溶剤も付け加えながらやっていきます。はい、だんだん綺麗になってきましたね。はみ出る前提で筆塗りするとは言ったんですけど、やっぱいっぱいはみ出てるとめんどくさいんで、なるべくはみ出ないようには塗っていきます。はい、続いてクロームシルバーも塗っていきましょう。やっていくことはもうひたすらこれの繰り返しです。塗ってはみ出たところは拭き取って修正と、これをひたすら時間をかけてやっていきます。クロームシルバーもある程度塗れたらはみ出たところは修正していきます。筆につけた溶剤で、はい、こんな感じで絡め取っていきます。こういったところはね、綿棒では絶対に修正不可能なところなので、筆でやっていくとこういったところも修正できるので、筆で修正するというのがいい方法だと思います。はい、ちょっとアップにして見ていきます。こんな感じでね、綺麗に、はい、拭き取れるんですかね。どうでしょう、はみ出たところがしっかり拭き取れて綺麗に塗れました。で、クロームシルバーを入れたらこんな感じになっております。さあ、そしたらこちらのチタンシルバーもポイントで使いました。どうでしょうか、見比べるとこのようになっております。いやー、もともとね、造形が素晴らしいところをしっかり色を塗ることでこのようにすごくいいですね。こういったね、細かい作業が大好きなんですよね。さあ、あとはひたすらこれの繰り返し、他のパーツもどんどん塗っていきましょう。とにかく時間はかかりますけどね、楽しいんですよね。細かい作業がもう、さあ、どんどん塗っていきますよ。他のガンプラの制作と並行してやっていたので、制作期間は2ヶ月以上かかったんですけど、まあ、ジオングだけに専念してやっていればもっと早くできたかなとは思います。さあ、そしたらここのパーツは全体こんな感じになりました。基本的にはクロームシルバーとチタンゴールドの2色を使っています。はい、他のパーツ裏側もね、造形がしっかり入ってるところは裏側もしっかり塗っております。そしてここは細かいところも塗っていきますよ。ここはジオングの特徴的な大型スラスター部分ですね。
しかしですね、この元々の造形がやっぱ素晴らしいですよね。こんな細かいところまでしっかり作り込まれてるっていうことがびっくりです。さあ、ある程度濡れてきました。ここにクロームシルバーも付け加えて全体こんな感じになりました。いいですね。これを同じものをもう一つ、いやすごくいいわ。さあ、そしたらスラスター部分塗装していきますよ。ダークブルーを使ってみます。ここがね、ちょっと思ってたより青くなってしまったんですけど、結果的には綺麗になりました。もうちょっとこう落ち着いた色かなと思ってたんですけど、思いのほか青かったですね。はい、そしたら墨入れ塗料をライトグレー、こちらで墨入れしていきます。はい、ひたすら流し込んでいきますよ。こんな感じでね、どんどん流れていくんで墨入れは楽しいですね。外側も適当に墨入れしておきましょう。バッと。そして小型のスラスターはクロームシルバーで塗装しています。この線の部分だけですね。はい、こんな感じになりました。そしたら中身の赤い部分は、これはシャインレッドで塗装しています。色鮮やかな赤になっていい感じですね。そしたら色を塗ったのと塗ってないのとちょっと見比べてみましょう。はい、こんな感じになっております。やはり色を塗るといいですね。そしてここのパーツ部分は結構気に入っているんですけど、はい、こんな感じに仕上がりました。かなり細かい作業ではあるんですけど、塗るのは本当楽しいですね。時間を忘れて塗ってしまいます。他のパーツも見ていきますよ。こちらは裏にも造形がしっかりされているので、ここの裏側もしっかりと塗り込んでおります。そしてこちらのパーツは、はい、こうやって見るとやっぱ塗った甲斐があったなと思いますね。非常にいいです。さあ、そしたらですね、塗る箇所が少ないようなところ、これがフレームの外側部分になるんですけど、ここは筋彫りを付け加えていきたいと思います。まあ大したね筋彫りではないんで、もう全部直線でこの丸とかデザインの間をつなげる感じで、なんか星座みたいな感じにしようかなと思いまして、線でつなげてみました。そして塗装をしてエナメルを流し込んだ状態です。こういったところはね、簡単に綿棒で拭き取れるので綿棒で拭き取っていきます。そして同様に他のフレーム部分も筋彫りを加えて塗装をしてエナメルで塗ってみました。見比べるとこんな感じになっております。なかなかいい感じかなと我ながら思います。はい、それではある程度できてきたので組み立てていきましょう。大型スラスター部分ですね、赤をはめて周りをはめると、うお、気持ち悪いですね。いいですね。そして思いのほか青くなってしまったスラスターの外側部分ですね、ここもゴールドとシルバーで塗ってあります。こうやって見るとダークブルーで塗ってよかったなと思いますね。ここ指がすごい汚れちゃいましたね。ではめ込んで、いやー、いい感じになっています。そしたらですね、このリード線が付属するんですよね。これをここに使うということですね。 85mm にまずカットすると、説明書に親切にあるので、ここに合わせて 85mm のところでカットします。そしたらこれを輪っか状にして、ここのパーツにはめ込むと、なかなか凝った作りになってますね。さすがリアルグレードです。そうしてできたパーツと他のパーツをはめ込んでいくと、この特徴的な大型スラスターが完成になります。ここ最後パチッとはめて、いやー、やっぱこのジオングは相当すごいキットですね。はい、そしたらできたパーツは光沢トップコートしていきます。ここで失敗したらね、台無しになってしまうので慎重にやっていきますよ。なるべく薄めにつけていきます。はい、裏側も忘れずに塗っておきましょう。いやー、ここのパーツもいいですね。まあ、どれもこれもいいんですけどね。そして大型スラスター部分も光沢トップコートをしていきます。さあ、どんな感じになるのか楽しみです。見ていきましょう。ここがどこのパーツと言えばいいんですかね、スカートのお尻あたりのパーツです。どうでしょうか、この光沢キラキラ仕上げ、めちゃくちゃいいですね。裏側もしっかり塗って、光沢も塗ってあります。そして大型スラスターですね、ここはなかなかいい感じ。この気持ち悪さがいい感じです。はい、他のパーツも光沢仕上げになっています。
組み立てたらね見えなくなってしまうパーツもあるかと思うんですけど、あまり気にせずもう塗っていました。仮組みはしなかったので、もうパーツごとに塗ってもあとは見えなくなったら見えなくなってでしょうがないなと思いました。でもね、こうはめ込んでいくと思いのほかいろんなパーツが見えて、しっかり塗り込んでよかったなと思います。この段階ぐらいでもう自分でも作っててびっくりするぐらいいいのができそうだなと思っていました。でフレーム部分も光沢仕上げになっています。キラキラしております。で裏側もしっかり塗り込んであります。つぶつぶが気持ち悪いです。ここも裏側も塗り込んであります。このですね、もう裏側の造形もしっかりしているというところがね、もうバンダイさんのこのジオングに対するこだわりというのを非常に感じます。はい、他のフレーム部分もこのようになっております。ではこのフレームをはめ込んでいきましょう。そしてこのフレームもかなり動くようになってるんですよね。展開するような感じになっています。はい、他の部分もパチパチはめていきますよ。はい、そしたらこれがスカートの前側部分の完成ですね。はい、そしたら後ろ側を作っていきますよ。ここが小型のこのスラスターが5個つきます。なんでしょうね、同じものを作るのはやっぱ疲れますよね。新鮮味がないからでしょうかね。しかしですね、これを組み立てるとその苦労も吹き飛びます。ここを5個はめ込んで、5機はめ込んで、ここをこの気に入っているパーツを上からはめ込むと、いやーめちゃくちゃ気持ち悪く仕上がりました。細かいところまでよく塗ったなと思いますね。しかもこの光沢仕上げがすごくいい。もうほんと自分でもびっくりです。さあ、そしたらここにもフレームをはめ込んでいきますよ。そしてですね、ぜひ動画の感想をコメントしていただけるととてもとても嬉しいです。何でも結構ですのでね、ちょっとしたね疑問に思ったことや、おすすめのツールやおすすめの色の缶スプレーとかあれば教えていただけるととっても参考になるので、ぜひ気軽にコメントよろしくお願いします。さあ、スカートも後ろと前とできましたので、これをドッキングしていきたいと思います。うわー、めちゃくちゃすごいぞこれ。はめ込んでもうこれだけですごい大満足な状態です。ちょっとね、いろんなところ見ていきたいと思います。裏側がこんな感じになっています。細かいところまで結構いろいろ見えて、やっぱ奥まで塗った回がありましたね。そしてフレーム部分を展開するとさらにこの気持ち悪さが出てくるかなと思います。どうでしょうか。集合体恐怖症の人が見たら卒倒するような気がしますけど、僕はこういうのを見るとゾクゾクしてきて好きですね。まあ好きじゃなきゃ作らないんですけど。そしたらですね、この真ん中部分に最後ここのパーツをはめ込みます。ここですね、このパーツもあるんですけど、これはめちゃうと中身がね見えづらくなるんで、今回はあえてここのパーツはつけないでおこうかなと思います。これですね、これは外しておきましょう。さあ、これでスカートが完成しましたので、さあ続いては上半身に行きますよ。上半身も頑張って作りましょう。まずはここ襟元の部分なんですけど、ちょっとねのっぺりしてるんで、ここは筋彫りを付け加えていきます。こういったエッチングガイドというのを持っているので、これで筋彫りをして折れたところをさらに彫り込んでいきます。はい、ガリガリ彫っていきますよ。そしたらこんな感じですね、いい感じに仕上がりました。でこのパーツを塗装しました。で墨入れしていきます。墨入れするとこう筋彫りしたところがはっきりしていいですね。なめる溶剤で拭き取ります。はい、こんな感じで綺麗に仕上がりました。そしたら目の部分は付属のシールを貼り付けます。リアリスティックデカールですね。散々他のところは塗装してるんですけど、目は塗装しないというね。で顔頭部ですね、こんな感じです。怖いです。ここもしっかり色を細かいところまでしっかり塗ってありますけど、とにかく顔が怖いですね。さあ、そしてこの襟元のパーツなんですけど、デカールも貼りました。でここはつや消し塗装としています。
はい、そしたら胴体部分組み立てていきましょう。まずここはめ込んで、胴体はね結構すっきりしてるんですよね。ただ塗るところも結構あったのでいっぱい塗ってあります。はめて、ここもはめ込みます。ここも結構いい感じに塗れましたね。さあ、そしたら反対側もはめ込みます。そして腕との接続部分もはめ込みますよ。ここもしっかり塗ってあります。はい、全体ぐるっと回ってみるとこんな感じになっております。さあ、どんどんいきますよ。肩ですね。肩もかっこいいですね。そして腕です。腕もでかくて、この特徴的なジオングの腕しっかり塗り込んであります。そして二の腕と肘ですね。このダークブルーで塗ったんですよね。で、この関節部分もしっかり塗ってあります。ではこれ腕はめ込んでいきましょう。ガチッとカチッと塗装剥がれがちょっと怖いです。さあ、そしたら最後の難所です。まずはプライマーを用意します。そしてこの手を塗っていきます。ここがアドバンスド MS ジョイントになっているので、普通に塗装したんでは塗料が定着しません。なのでプライマーをしてから一回全部メタルブラックで塗っていきます。ここね、どうしようかなと結構考えてたんですけども、この作戦でいきます。まずメタルブラックで塗って真っ黒にします。そしてニュートラルグレー、こちらの色を使いまして筆で塗っていくことにします。これがまあ一番楽かなと思ったんですけど、これやってたら結構大変でしたね。結構一個一個塗るのに集中しながら塗らないといけないので大変でした。で、1個塗って3つ、指が1本できました。これを他の指にも塗っていきます。はい、動画では一瞬ですけど1時間以上はかかったかな、2時間近くかかったような気がしますけど、やっと塗れました。見比べるとこんな感じ。はい、で仕上げにここ関節のところポチポチとゴールドを入れておきましょう。いいですね、ゴージャスになりました。はい、これで無事手が完成です。いやー、よかった。一番もう手がどうしようかと思ってたところなんで、なんとか綺麗にうまくできてよかったです。さあ、そしたら腕にはめていきますよ。このジオングの特徴的な腕、手、はい、ここをパチンとはめて、どうでしょうか。これで腕が完成です。さあ、全てのパーツが揃いました。そしたら上半身を組み立てていきましょう。まずは肩を胴体にはめる、腕をはめ込む、腕投げ、さあ反対側もはめ込んで、頭部以外の上半身はこのようになりました。さあ、そしたらスカート部分に早速はめ込んでみますかね。さあ、ドッキングしていきますよ。おお、スカスカですね、ここね。大丈夫かこれ。いや、大丈夫じゃないレベルです。スカスカですね、これ。取れちゃいそう。というか、取れちゃいますね。まあ、ちょっと後で修正しましょう。はい。いやー、すごいことになってきました。ちょっとフレームを元に戻しますかね。戻しといて、そしたら、頭部をはめ込みます。もう、ほんとこの頭部怖いですね。はい。パチンとはめたら、これでリアルグレードジオングの完。やっぱりゆるゆるですね、ここね。ちょっと補強しますかね。絶対きつくなると思ってここの接続軸は塗装しなかったんですけどね。はい、まあ簡単にセロハンテープで太くしてはめてみましょう。はい、グリ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 、お、今度はいい感じです。しっかりはまりました。これで無事リアルグレードジオングフレーム完成です。さあ、それでは撮影していきますよ。今回からターンテーブルを導入、そして家中の明かりを集めてピッカピカにしています。
いやしかしですね、じっくり時間をかけた甲斐がありまして、非常に納得のいく出来になりました。外装パーツもですね、今しっかり頑張って作っていますので、ぜひ外装パーツ編も楽しみに待っていてください。そしてですね、動画を最後まで見てくれて本当に本当にありがとうございます。ぜひね、ここまで見てくれた方は高評価をポチッとしてくれるともう本当に励みになるのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。バイバイ。青空ガンプラでした。バイ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 。ニューガンダムも見てね。バイバイ。